はい、おはようございます。おはようございます。昨日譲渡会へ行って、残念ながら、ラブくん、シオンくんに、いい里親さんには会えませんでした。で、疲れ切って寝ていたと思いましたら、朝起きたら、大量のうんちちゃんがありましたね。そして、アンズちゃんも、ジャン君、ポンちゃんも、普通通りしていましたので、朝今1時間近くかかってですね、ようやく、トイレの砂も、ラブシオくんのはもう全部入れ替えですね、して準備はやっとゼロポイントです。ここから、部屋をちょっと片付けて、ジャン君とかポンちゃんをなでなでして、それから君たちを外へ出してあげますので、しばらくお待ちください。はい、じゃあブラシしようか。はい、ジャン君近くでしょうね。もうケージの中の掃除も済ましてあるのでね、2階と3階はちょっとこれからまた結構毛もまた取れちゃってるみたいな。3階は見てないんだ。2階が汚れてるから。はい、はい、ジャン君、うん、はいはい、うん、はい、うん、ジャン君、はい。ラブ君はケージの鍵を外す名人になり始めています。そのうち内側から自分で出るね。そうだね。ちゃんとね。はい。ちゃんとお腹。うん、ちょっとやだ。待って。毛が取れるところまで行こうよ。
なかなか激しくブラッシングしてなっています。気持ちいいな、ジャン君。ぐしぐし、カロリン。あー、いい、ジャン君。お母さんのジャン君、いっぱい取れる。ブラッシングしながら自分もお顔をペロペロしています。はい、はい、でしたな、ぷんくん。はい、ラブちゃんもうちょっと待ってね。はい、お客さん仕上げですよ。首輪も取って首の周りも今度やれば、今日じゃなくてもいいよ。向こうがもう待ちきれなくなっちゃった。ちょっと待って、すぐだから。はい、ジャン君の顔に気持ちよさそうな顔してるね、ジャン君。ね、ジャン君。ジャン君、ふわふわだよ。はい、取れたね、いっぱい取れたね。いいね、ジャン君。はい、じゃあ皆さん出しますよ。ポンちゃんがこの中でやるとも作るんですよね。これはね、よいしょ、オープンです。さあ、あれしなくなった、来て、うん、おつんってそれしなくなってきた。そう、うん、やっと少し大人になってきたか。うん、はい。そうでもないや。